あ、ヌートバーのプジョーのペッパーミルの話していいんじゃないですか。あ、うん、え、プジョーのペッパーミルなの。あ、うん、関係ないでしょ。ペッパーミルの話からね、元祖はプジョーっていうなんだよ。そういうことね。あれなんでペッパーミルでやってんの。なんか、うん、コツコツやっていきましょうという意味があるみたいですよ。あれパッド持ってるわけじゃないのね。パッドじゃない。違うの、ね、コツコツペッパーミル。あ、そういうことか。パフォーマンス、うん、小さなことからコツコツと継続して進んでいけば、うん、良いことが起こるっていう意味。いい話やね、うんうん、そうかそうか。ヒットとかホームランを打つとペッパーミルで胡椒を引くようなポーズをする、うんうん、した後ね。うんうん、あ、なるほどね。まじないじゃなくて、まじないじゃなくて、その後ね。そうそうそう、なるほどね。だよっていう、うん、すいません、じゃあつれづれなるままになっていきますつれづれなるまま、はい、ごめんなさい、お願いします。わしほんと声、はい声ガラガラじゃないですか、大丈夫ですか。ちょっと怪しい、ちょっとお茶一杯だけど。はい、え、こんにちは、エリカこと多田エリカです。お茶飲んでる時に言わないでよ何や、嫌がらせ、うんって嫌がらせで、うんって言った人がいますよ。どうぞ。嫌がらせはうんって言うのは本当に嫌がらせじゃないからね。ないからね、そこはらしいもんですわ、ね、あ、どうぞ、ゴーカーさん。はい、何が。改めてしゃ、あの、あ、お声を、はい、いいですか、声ガラガラじゃないですか。はい、うん、はい、お願いします、うん、まあね、大丈夫でしょ、やります。はい、はい、お願いします。こんにちは、エリカこと多田エリカです。エリゴーファンの皆さん、喜んでください、2年目突入自己紹介をどうぞ。キャスターの、キャスターじゃない、ゴーカーチャンネルキャスターのゴーカーです。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。コメントまとめて、まとめてから言ってくださいね。だってさ本当に人がさ、お茶飲んでる時にしゃ始めようとしてるから、私ももう大変なのよ不意打ちをかけますね。本当不意打ちもいいところ、うん、さあ、ゴーカーさん、ちょっとね、春の風でちょっと声がかすれてるってバレないって言ったじゃないのな、言うのは最初かな。でもなんかずっと昨日もっと大変だったんだから。あ、そうなんですか。昨日もっとガラガラ、昨日の収録の方が面白かったかもしれないよ。あ、それぐらいガラガラだったんですね。あ、そう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 。まあでもこの時期喋り手っていうのは大体花粉症で苦しんでる方が多いので、うんうん、でおたくさんは花粉症じゃないらしいじゃない。もう全くもう至って健康です。1ミリもそういうウイルス系とか、花粉症の人がその不健康みたいな言い方しないいやいやいや、この時期はね、うん、ありがちです。でも、うん、何、あ、でもね、同時にでもって言ったけど、どっちも言いたいことがあるんでしょ。どうぞどうぞ。あのね、この間あの耳鼻科行ったわけですよ、うん、薬がもうなくなったからね、うん、今年は本当に多いんだって。普段10個ぐらいのところ1000個ぐらいあるらしいんですよ、花粉がね。花粉がね。で、私ね、本当に今年ね、花粉大丈夫と言うと言い過ぎだけれども、かなり楽なんですよ。すごいびっくりされた、先生と看護婦さんに。なんか今年の流れとは反してる。反してるの。まあ良かったですけど。でもめちゃくちゃ混んでた。だからやっぱね、苦労してるはずなんだけどね。うん。今年デビューっていう方は結構聞きますもんね。ね、いらっしゃるようですね。さあ、あなたも今年フランス社デビューしてみませんかということで。うん、なんかうまいことまとめますね。はい、この番組、うん、エリカー、豪華、オートアンサンブル、略してエリゴー、2年目突入でございます。おめでとうございます。ちょっと足言うの早すぎた？うん、いい、改めていいよ、うん、まあ、前身番組がエリカ・デ・ボンジュールという、うん、まあ、そうだよね、割と私が車を、うん、プジョー・シトロエンからもうレンタルしまくって、そう、でも新車をそのたんびにたんびに変えて、うん、でそれにそれに乗って取材に行っていろんな方に試乗してもらったりとかしていた番組、あとはおしゃれなカフェをね、ご紹介したりとかもしていたんですけれども、2016年からやったんでした。そうです、そうです、ね、それから考えるとまあまあ長い番組になっております。あ、7年目お、そこも入れちゃって、そうだね、なかなかいくね、うん、ということなので、皆さんこれからも10年、うん、20年、30年とね、
よろしくどうぞ、ね、フランス社の魅力をたっぷり伝えていきたいと思いますので、まあ、フランス社の魅力だけじゃなくてなんかいろんな話題にあちらこっち飛んでいく番組ですけどね。そうですそうです、うん、そのフランス社ってこんだけ言っておきながら今日はもう全然関係ない話で進めていこうかなと思ってます。そうなの何も打ち合わせしてないよ今回も。そうなんですよね、うん、だからどうなっていくか私たち2人も全然わからないので、流す曲は決まってんね。そうです、うんうんうん、どうぞこの後も最後まで無事番組がある一定のクオリティを保ったままちゃんと終了できるのかをちょっと聞き届けていただきたい。そんな使命をリスナーさんに託すわけそうだって番組ってね、やっぱリスナーさんあってこそ、そりゃそうだよ、いないと成り立たないから。そりゃそうだよ、それだったらちゃんと事前に準備しときなさいなでもそういう時代じゃないですか。今はリスナーさんの方が知識も経験も豊富なんですよ、うん、なるほど ね。だからそれを私たちとうまく循環させてうまく共有していこうという循環させていくのね。はい、そうです。循環型番組です。そう、循環型番組でございます、はい、何言ってるか分かんない。 SDGs の番組何でも SDGs って言えばいいと思ってるでしょこれ世の中がみんなそうじゃないの、騙されちゃダメよ。私はあんまりそんなに言ってないですよ。でしょ、そう思って今言いたかっただけでいいよさあお送りしますがでもこれもね、車と CM、うん、車とメディアという文化を持続可能にしていくための無理やりつなげましたね、と思います。ゴーカー的セレクション、うん、オープニングで毎回ゴーカーさんが曲を選曲します、うん、どんな曲かというと、うん、昔の車の CM で使われていた懐かしい、うん、たまに違う時あるけどね、先週違ったけどね。そうですね、うん、今回はサウンドオブミュージックです。ずっとかけたかったんだけどね、うん、ちょっといろいろいい音源をね探すのに苦労してね、まあ、今回、うん、私の好きそうな音源があったからそれ引っ張ってきました。クラシック好き、はい、まあ、映画サウンドオブミュージックからということなんですけれども、はい、この曲は、うん、2001年の、うん、っていう車で使われていたのと、うん、2016年の、うん、同じメーカーなんだ、うん、同じメーカーで同じように7人とか乗れる車なんだけど、うん、そうですね、2001年の方は背が低い。だこれ時代を反映してるよね。まだその頃は背の高いミニバンよかは背の低いミニバンが人気だった、うん、なんかペタンとした、うん、車多かったよね。そうそうそう、うん、長くてペタンとしてる。そうそう、2016年はまあもうね、今もたくさん売れてる、そうです、ね、まあ車なんだけれどもね、うん、面白いよね。同じメーカーで年違って、まあ使ってるそのアレンジは全然違うけれども、うん、2016年の方は本当映画の本編で流れてた方だったようですが、うん、そうですね、はい、今日は全然違うメドレーを持ってまいりました、はい、まあのんびりドライブ、しかも高級感もねこう漂ったような、うん、CM にどちらも仕上がってたなという印象でございます。そうね、はい、それではその時の CM で流れていたバージョンではありませんが、ね、うん、また別バージョンのサウンドオブミュージック、はい、なんかヘッドホンがこれ抜いてもいいんですよね。聞こえてるのか聞こえてないのかよくわからない。聞こえてるかよもやま話か、何喋るんだ、うん、ある程度大丈夫です。さあ映画、はい、サウンドオブミュージックからの、はい、ナンバーということで、はい、いいですね、2001年と2016年の、うん、某 T 社の車の CM でそれぞれ使われていたんですね、うん、そうですね、はい、はい、ということで改めて私は大好きな映画なので。あ、そうなんだ、はい、ミュージカル映画やっぱ基本的に好きみたいです、うん、なんとなく私、はい、高校の頃になんかその授業で 見た、まあ、その先生が好きだったんだよね、同じように、ね、授業で見るってことがあるね、うん、授業だったような気がするけどな、まあ、私音楽部にとか音楽部で見たのかな、ちょっとどっちか忘れちゃったけど、まあどうでもいいですけど、どうでもいいけどねザルツブルクでしょ。あ、そうです ね、うん、はい、ということで、フランス社の番組ですが、うん、ドイツの話ですね。もう何でもいないです、で、うん、以上ゴーカー的セレクションでした。ドイツだっけ、オーストリアじゃなかったっけ、ドイツ、あ、ドイツ、ザルツブルク、オーストリアじゃなかったっけ、違ったかな、わかんない、ドイツですね。あ、オーストリアだ。オーストリアでしょう。ごめんなさい、オーストリアでした。ドイツじゃない。
後で言い直しますわ。訂正入れる。つまめます？つまめるんだったらお願いしたいです。すいません、つまめなさそうだったらなんかもう流れで訂正します。うん、このイプサムの時確かドレミの歌も使ってる時ありましたね。ね、だサウンドミュージックの曲他にもあったのかな、ちょっと忘れちゃったけど。そうだ、メンテナンスマークがつき始めた私。ちゃんとね、簡単に自分で消せるのよ。あ、ね、らしいですね。うん、なんか調べたらそうだったけど、まあ、いっか、つけっぱなしにしとこうと思って、ね、だ電話したか電話したかと思って、もう全然電話してない。日曜日にしようかな。あ、日曜日ですか。ええ、うん、そんな日曜日例えば空いてるっつって行けるのかな。いや、まあ早めの予約の方がありがたいですね。そうですよね、うん、26日空いてないかな。あ、1ヶ月後ぐらいだったら多分空いてると思うけど。26今週、うん、絶対無理。いや、分からん。と空いてたらいいな。あ、今度の日曜日の話分からん。はい、ありがとうございます。すいません、はい、お願いします。お願いします。あ、タイトルコールしますね、うん、車よもやま話。ペケペンペンペン。なんか何急に、せっかく4月からこうフレッシュな感じだ。その昭和みたいな。いいじゃないですか。あの、まあ、この番組ではフランス車のこともたっぷり語るんですけれども、うん、時々、はい、あの世間一般の車の話もしていこうということで、ね、それそうですよね。ずっとそうですよね。はい、まあ、あのやっぱりこの4月スタートして、うん、一番気になるのが、うん、初心者マークがついている車が増えるという。ああ、そうだ、それはそうだ、ね。これ私毎年多分ラジオの番組とかで言ってるんです。大体ね、うんうんうん。だからあの初心者マークの方は、うん、まあ慎重に運転していただいてね、うん、あの車社会に慣れていただきたい、ね、ということはもちろんなんですが、うん、その初心者マークの人を見て、うんうん、もう本当にイラついてね、うん、煽ったりとか。うん、あのもうどういう運転しとんねんとかってあんまりならないで、温かく見守ってあげてっていうのを、うん、あのあえて電波を使って言わせる。なるほどね、うん、そういう感じです。そうですね、はい、まあエリカさんそれ優しい目だけども、うん、あの初心者マークつけた人は本当にあの自動車学校で学んだことをちゃんと正しくですね、忘れずに勝手に自分流なんかにしないでしっかり運転してください。うん、そうすれば、うん、多分ちょっと のろのろってなったとしても、うん、あのみんな温かく見守ってはくれると思うんですよ。そう。それが初心者マークをつけてるにもかかわらず、うん、なんだか無謀な運転をしたりとかね、うん、そういうのが良くないのよ、マナー違反だったりね、まあ、難しいけどね、流れに乗るっていうのが本当大事なんですよ。あ、そこね、あ、まあ、車線変更はちょっと許してあげて。ああ、まあまあ、それはね、難し、感覚が難しいからね、それ許したいけど、許さないなんて一言も言ってないね。じゃ私ね、人を悪者扱いしないでくれるかな。車線変更がすごく苦手だった。あ、そうなの？で、もうウィンカー出して、うん、もうなんかほら、30秒以内にっていうか、なんかあるじゃないですか。割とテンポよくシュッと。30秒以内で、方向指示出してから30秒もかからずに曲がってこないと、こんな迷惑な人いないじゃないですか。え？大丈夫？どんな運転してんの？要はね、方向指示器を出してから、うん、まあ、テンポよくスーッと、うん、車線変更っていうか、車と車に入ることになる。とにかく出すことが大事なんです。そうそう出さない人いるからね。出さそう。問題はそこなんだよ、うん、あのちょっとどんくさいなあいう人がいても、うん、ちょっとそれは許してあげて、うん、でも出さずに行くのはダメよ、うん、それは方向指示器ついてるの知らないのかなと思うけどね。でもめちゃめちゃいますよね、ずっといる、うん、と困ったもんでね、ね、うん、今のここ最近の車はあの方向指示器出さずに白線を越えようなんてするとステアリング戻したりする車がありますからね。そうなの、なんでレーンキープの車ついてる。あ、そう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 、そうね、だからあんな風に言ったらさ、新しい車オフにして、それでオフにしてたらまた変な話なんだけどさ、うん、でもね、とにかく基本は守りましょう。そうですね、うん、あとなんか豪華的に気になるのありますか。無理やり振ってくるね。いやでもね、今の話で言うとね、ちょっとこの間びっくりしたのはね、うん、高速の合流で
泊まる人がいてびっくりした。もうあれ本当にあれダメ、それはドキドキする。もうあれにはびっくりした。あ、そう、ダメ、絶対泊まっちゃダメ、あんなのゆっくりでも済まないと、ね、うん、びっくりした本当に。いや、命の危険につながっちゃいますよ。あ、そんないる、いたいた、びっくりしたよ。うん、それはびっくり、それは車がめちゃくちゃ来てるわけじゃないのよ。だから本当にね、車の基本、運転の基本をね、よくよく思い出してね。だからさ、免許の更新もさ、まあ、もうちょっと、こうね、再認識するようなこともね、しっかりね、教えなきゃダメなんじゃないのって思う時もあるけどね。そうですね。うん、ビデオでだいたい事故を起こした時の怖さとかね、うん、そういうの上映する。それも大事なんだけれども、うんうん、もう一回、ここはポイントだっていうルールとかをもう一回教え直すとかね。特にそのね、うん、ゴールドじゃない方に関してはね、うんうん、そういうのも本当必要だと思いますよ。そうですね。うん、でもいわゆるペーパードライバーみたいな方もいるじゃん。うんうん、なんかその人たちへの対策みたいなのとか、うん、した方がいいね。もうそれもした方がいい、うん、ね、と思いますね。うん、まあ、あとはですね、全然関係ないんですけれども。うん、この間までほら WBC で盛り上がってたでしょ。うん、盛り上がってた、ね、私もあんまり野球見ないんだけどね、うん、今回ばっか、まあ仕事だから見ないはしなかったけど、でも夜ダイジェストかなんかしてたでしょ。あれしっかり見てた、うん、あ、本当見てた、うん、ね、もう素晴らしかったね。本当ですよ、素晴らしい、すごい盛り上がりましたけども、すごかった、うん、あの中でやっぱり、うん、最大の功労者は、私はやっぱり、まあ、ダルビッシュさんだったり、うん、大谷さんだったりっていうのはもちろんなんですが、うん、ヌートバー選手、うんうん。で、これもう本当に日本人のみんなが知らなかったような、うん、いわゆる海外の選手なわけですけども、うんうんうん、日本のね、血がちゃんと流れた方で、はいはい、で、その方がやっていたペッパーミルパフォーマンス。うんうんうん、なんで、あれバット持ってるの？あれバットじゃないんですよ。違うの。いわゆるペッパーミルを、まあね、そう、胡椒を聞くとにカリ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 ね、小さなことからコツコツとっていう意味がある。そしたら、うん、やがて成功につながるって意味があって、うん、ヒット打ったりホームラン打ったりした後に、うん、選手同士で、うん、それをまあ称えるみたいな意味でこう、うん、ペッパーピッカキュッと。で、あのペッパーミルの元祖はプジョーなわけですよ。うんうんうん、もう無理やり繋いでてね、車や山話なのに、故障の話し始めたかったみたいな、ライバル繋がりになってるのね。で、ちなみに私はそのペッパーミル持ってます。うんうん、あ、何さりげなくアピールしてる、使ってんの？使ってますよ、もちろん。すごくいい、いい具合に。すり味です、すり味ですよ。本当に。本当。高級感。最近はおしゃれなキャンプ、うん、グランピングっていうじゃない、うん、ああいうグランピングの中でも、うん、道具の一つとして、プジョーのペッパーミル使ってるところも結構ありますから。ああ、そうですか。はい、うん。プジョーっていうのはね、不思議な会社なんです。調べたら分かりますけど。刃物の会社ですからね。まあ、そうそう、でもさ、ね、この番組1年やってんだよね。1年前にさ、プジョーとあって、改めて説明したのを思い出すけれども、うん、あれもう一回やってもいいかもしれないですね。あ、そうですね。振り返りね、はい。そう、なんでライオンのマークなのかね。そうですね。もうなんか忘れちゃったけど、ライオンのなんとかのように、強靭ななんとかとかね。もうなんか次来たそうに言ってりゃいいよ。すいません、なんとかなんとかが続きすぎているので、ここらでちょっと仕切り直したいなと思います。以上、何も考えてずに進めてんだもん。よもやま話でした、うん、はい、ではここで思い出の一曲カーリクエストと題して、うんうん、リスナーの皆さんからリクエストをいただいています、はい。今日はにじますさんです。先週公開収録の中で本当はにじますさんのナヨンのポップを取り上げる予定だったんですが、ね、ちょっと私たちのトークが長すぎたため会えなく割愛となりましたので、リベンジリクエストという形で今回は、ね、本当に割愛になっちゃったもんね。びっくりしちゃった、はい。で、1995年の話を結構長々と、あ、いや、長きにわたりなんかメールでお寄せいただいてたんですけど、本人に会ったからもういいやと思ってるんですよ、はい。95年になんかスポットを当てたかったみたいで、なるほど、当時何を聞いていたかなと、うん、ふと思い浮かんだのがロバート・マイルズのチルドレンでした、うん、でリクエストします、はい。ロバート・マイルズさんも2017年に亡くなられていると、このメールを書く際に知りましたが、ということでいただいております、はい。ではロバート・マイルズチルドレン、うん、モータースポーツ好きなのね。いい話ですね。
ん？ん？にじまさん。にじまさんだし、うん。ちょっと全部紹介大変だけど。そうか、でも鈴鹿サーキットでバイトされてたっていうね。うん、この方は。いや、私あんまり知らないな。あ、レイさんの。うん、レイさん、レイさん。うん。うん、本当私ね、あんまりね。はーい。あ、はーい。はい。新島さん、いい話をメールでくださってたんですけれども、うん、ちょっとご紹介する時間なくてすみません。なんかいろいろカットばかりじゃないですか、ね。新島さん、リクエストはロバート・マイルズ、チルドレン、お届けしました。でボンジュール何だそれ。あの、通常リスナーの皆さんのインタビューをお届けするコーナーに関しては、うん、エリカでボンジュールというコーナー名にしているんですが、うん、そうですよね、今回はゴーカーさんが2月に開催された三重輸入車ショーで皆さんにインタビューをしたということで、ゴーカーさん主導になっていますので、このようなタイトルにいたしました。ちょっと遅くなっちゃってごめんなさい、収録の関係上でね、もう4月になっちゃって、でも皆さんに4月ですって言ったから、はい、あのご納得はしていただいてんだけどね、ありがとうございます、はい、で今回は4人の来場者の皆さんのインタビューを続けてご紹介したいと思います。そうですね、あと今回はいつもこのエリゴによくメッセージをくださるリスナーさんも来てくださったので、その方たちが本人どんな声なのかっていうのも分かる回になってますね。そうですね、はい、まず最初の方にスポットを当てるべく、うん、ここから参りましょう、うん、あ、シャカシャカシャカって後でもらえるんですかね、ごめんなさい、あ、そうですね。はい、ごめんなさい。すいません、言ってなくて。シャカシャカシャカ。そうか、ボン。最近やってないか忘れちゃった、どんなんか。タイプライターのことですか。はーい、すいません。C5 エアクロス SUV。藤原さんは何て言ってたんですか。何だったかな。試乗したんです。試乗しました。確か今 BRZ にのスバルの、あのトヨタの86ドンにスポーツカー乗ってて。腰、確か腰痛持ちの方だったような気がする。で、あの、すごいいいシートだって言って感激してたような気がしますけども、だいぶ前なんで忘れて。じゃあ、まあ、いっか。桃太郎ちゃんさんも、試乗した。桃太郎ちゃんさんは、展示車の椅子に座った時かな。うん、もちろんもちろん。はい、もう本当に一言だけにしましょうか、はい、締めコメントはね。まあ、ということで、あの、4人の方にインタビューを伺いまして、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで、来週もこの三重輸入車ショーの、うん、あの方のインタビューをお送りするんですけれども、ね、はい、まあ、やっぱり C5 エアクロス SUV のシート、うん、そう、この良さにみんな驚くもんだね。私たちもね、先週リスナー試乗会で改めて感激しましたもんね。だってあのシートを普段座っているデスクの椅子に使いたいもん。使いたいよね。それぐらいめちゃくちゃいいですからね。うん、シートだけ買ってください。売ってんのかいって話ですけど、以上、ようやくなんかあのフランス車の話ができましたね。そうですね、はい、以上、ゴーカーでボンジュールでした。じゃあ周年祭ですね。はい。
どうしようかな。え？いや、次のやつどうしようかな。あ、次のやつ？うん。なんか紹介したいメールあったら全然あれしてくださいね。お出かけさっきなんか旅行の話とかさ、うん、この桃太郎ちゃんさんの、 あの展望台の話とかそういう旅系の話でいいんじゃないですか。あ、そうですね、うん、はい、でももう2分ぐらいでいいと思います。はい、いかがですか。ライブの話も特にないし、喋ること、うんうん、そんなにもう なんか言うことないみたいです、うん、エリカ豪華オートアンサンブル、略してエリゴー、ハッシュタグエリゴーとつけてつぶやきよろしくどうぞ。終わるの早いですね。久しぶりに言いましたね、その一言。そう、1年を経ってね、はい、最初の頃思い出してみましたけど、30分経ちました。あ、立ちました。立ってね、立とうとしています。さあ、明日午後3時から、はい、ゴーカーさんがお送りする。3時です、明日は。はい、はい、YouTube チャンネル、ゴーカーチャンネルの中の生配信、はい、ゴーカーライブは、どんな感じでしょう、はい、車の話をしたいと思って。はい、わかりました。毎週同じこと言ってるような気がするんだけどね。まあでも、このゴーカーチャンネルに関しましては、はい、決してフランス車のみならず、そうです。ドイツ、うん、あと、イタリア、はい、日本の車、スウェーデン、イギリスね、いろいろあります。アメリカの話もするよ。するよ、どこでもするよ。ということなので、まあ、結構幅広くやってるチャンネルになりますので、うん、ますぜひまずはチャンネル登録、はい、どうぞ。そしていいねもよろしくお願いします。最近あのチャンネル登録増えましてね、ずいぶん増えてですか、日本のね、うん、あの有名な車をやるとでグッと増えるね。正直だな、うん、はい、そして私たちもあのこの方にもみんなにも来てほしいという、はい、増えてほしいイベント、うん、それが4月16日日曜日シトロエン三越プジョー三越にて、うん、はい、周年記念開催します。ありがとうございます。これ番組の周年記念ですか。でも番組の周年記念って一緒だよね。そうですよね、ほぼ1ヶ月違いだけど、はい、うん、でも時期からすると4月だから番組の周年記念になっちゃってますね。それでもいいでしょうね、うん、プジョーシトロエン三越としては1周年1ヶ月、はい、まあ、リニューアルオープンですね。そう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 、プジョーはもう完全オープンで、うん、でシトロエンはまあリニューアルオープンみたいな感じで、まあ、場所か、まあでも新規オープンって言っていいですかね。新規オープンでいいですね、うんうん、で1年経ちまして本当にご愛顧ありがとうございます。でそんな中、うん、楽しいイベント盛りだくさんでお送りするのと、まだ内容決まってないんだけど、とりあえず2人が、うん、何公開収録、そうまたやります。そうやります。今回は本格的にラジオの公開収録やりますので、ね、皆さんぜひ楽しみだ。お越しください。はい、4月16日日曜日です。それでは、うん、エリゴーはそろそろお別れの時間です。はい、また来週。はい、トレビアン。もう2分も経った？え？もう2分も経った？2分過ぎました。え、過ぎたの？もっと早く終わりたかったんですけど。早いなぁ。そうなんだ。もう過ぎました。全然気づかなかったな。エリカさんが時間ないらしいで。